三好長慶。近年、信長以前の天下人、とも言われ、関西圏でも多くの特別展が開かれるなど、歴史ファンの間で注目されている。恵比寿公章出版や、中高新書をはじめとして、一般向けにも、三好氏、を題した本が発売された。しかし、その反面で、三好氏が活動していた室町後期は、歴史研究で注目されるのが遅かったこともあり、未だにカオスな時代、とされることが多く、この時代を解説する動画も、私のような一部変態を除きほぼない、堂々と変態を自称するな。そして、三好長慶が天下人に近づく上で、ターニングポイントとなった、江口の合戦についても、解説動画はないに等しく、三好長慶が、主君細川晴元に下克上をした戦い、という認識があればまだマシな方で、概要どころか名前すら知らない方もいるだろう。新作の信やぼでも、イベント化されてるけど、知名度が高いとは言えないだろうな。そこで今回は、江口の合戦、をじっくり見ていき、なぜ三好長慶は下克上に成功したのか。というか、そもそもこの戦いは、本当に晴元に対する下克上だったのか、解説していこうと思うよ。で、前回将軍が晴元と六角勢に囲まれて、絶体絶命な状態で終わってたんですが、そこの結末はどうなったんですかね。忘れてたわ。早く解説しろ。天文16年1547、7月。細川氏綱と繋がる将軍義晴と、細川晴元が京都の北白川城で直接対峙した。将軍方の援軍として期待された六角氏も、北白川城に駆けつけるが、なぜか晴元方として将軍がこもる城を包囲。戦いの構図は、晴元、六角氏対、将軍家という状況になった。六角氏は、義輝の家官役まで務めたのに、どうしてこのタイミングで晴元方についたんだ。この理由は、この後の六角氏の動きから見えてくる。北白川城を包囲されたわずか3日後、六角貞頼から、将軍へとある申し入れがされた。申し入れ。六角貞頼は、細川晴元と将軍を仲裁するべく、和睦を申し入れた。つまり、六角貞頼は軍事的に圧力をかけてまで、将軍と晴元の争いを止めようとしたようだよ。前回解説にもあったけど、六角氏は晴元と将軍家の協力体制をキープしたかったんだもんな。とはいえ、これほぼ脅しに近いな。室町時代では、将軍に圧力をかけて要求を飲ませる、御所巻き、という抗議デモ的なことがたまにあったから、この時も、それに近いものが行われたと言えるのかもね。なんて物騒なボイコットだ。ただ、逆を返せば、武力をもって将軍に取って代わる、のではなく、あくまで要求を飲ませる、必要があったとも言えるけどね。みんなが足利将軍がトップだということを、当たり前と認識してるからこその行動とも言えるのか。この辺の話は、長くなるから一旦置いておいて。結局のところ、六角貞頼は本気で将軍に敵対する気はなかったようだよ。こうして、城を囲まれてから一週間で、晴元も義晴も矛を収め、義晴は第二のふるさと近江へと戻った。もう近江に幕府作れるのでは。さて、義晴が手を引いたことで、将軍の後ろ盾をなくした氏綱勢は窮地に陥った。ただただ、京都を荒らして帰った反乱軍になったな。そもそも、義晴が手を引く以前から、氏綱方の摂津国人の切り崩しが始まっており、三宅城の三宅国村は、晴元方の功罪元就によって敗走。池田城の池田信政も、縁戚関係にあった三好政長を通じて、晴元方に帰参していた。氏綱方になびいた国人が、離れていってしまったわけか。さて、氏綱勢を押し返しつつあった晴元は、今度は摂津方面での戦闘に入り、今の大阪の天王寺付近にある舎利寺周辺で、両者が激突した。この、舎利寺の戦い、では、三好長慶、松良守、畠山有氏らの晴元方が勝利した。氏綱勢は完全に勢いを失っているな。細川氏綱、畠山政国、遊佐長範らは、これにより河内方面へと後退した。一時は京都を制圧した細川国芳も、同年天文16年1547、10月に氏綱に。これで、細川氏綱の乱はめでたく鎮圧されると思った翌月11月。機内を震撼させる、ビッグニュースが飛び込んできた。
さすがにこの状況から逆転できるわけがないだろ。一体何があったっていうんだ。この年の11月、阿波で潜伏していたあの男が待望の帰還。え？全武士が涙した、サクセスストーリーの始まり。その男の名は、坂井久保、足利義綱。まだ生きとったんか。てか、今更出てきて何ができるんだ。翌月に淡路へと退いたよ。旅行しに来たんかこいつ。ちょうど旅行支援も始まったことだしね。時事ネタいらんわ。さて、こうして細川氏綱の乱は鎮圧に向かいつつあったが、機内では、江口の合戦に向かい、新たな火種が生まれつつあった。年が明けた天文17年1548、大和にとある人物が来訪していた。とある人物。それは六角貞頼と、その奥さんだったよ。貞頼夫婦が揃って奈良に来ていたのか。貞頼夫婦は、宇治で蛍を見物した後になんとへ下校し、春日神社に参詣した。どっかの坂井久保と違って、本当にちゃんと観光してるっぽいな。マリサ君、今や将軍の後ろ盾となった六角を、で戻り将軍と一緒にしてもらっちゃ困るよ。今回義綱へのあたり強いなおい。六角夫妻は確かに観光もしていたけど、約1500の軍勢を引き連れていた上、この後に高屋城の遊佐長典と会談していて、春元方と遊佐長典の和睦交渉をしていたと見られる。観光はついでで、遊佐や氏綱に圧力をかけに来てるなこれ。このような六角氏の交渉もあってか、春元方と遊佐長典の和睦が成立、長吉や三好政長の子、正勝の軍勢が撤兵したよ。結構平和に進んでるみたいだな。ところが、この撤兵の際、三好政勝の軍勢が、長吉の暗殺を狙って、陣に放火したとの話が出ており、三好政長と三好長吉の対立が、またも表面化しつつあった。政長と長吉の対立は、数年前にも起きてたけど、ここに至っても、まだ解決していないんだな。三好政長と三好長吉の根深い対立は、江口の合戦勃発の大きな理由の一つなんだけど、以前解説したように、両者の対立原因は、春元政権で、新参者ながら重用された政長と、春元に長く仕える重鎮である、三好本家の長吉という、政権での立場の違いから来ているから、そう簡単に解決する問題ではない。新参と宿老という立場を、今更変えられるわけもないもんな。それに、近年の馬部隆弘氏の研究で、三好政長は、高国政権の下で、京都にて生まれ育った可能性が高いと指摘され、四国で春元を幼少から支えた三好本家と、高国派として在京していた所有家という、立場どころか、属する陣営も違っていたことが判明した。生き残りをかけるために、高国派、春元派に分かれたのかもしれないけど、いざ春元のところに結集したとなったら、何かと合わない部分も出てくるよな。それに、四国にいた三好本家と違って、政長の家は京都にいたわけだから、京都や中央の事情に詳しい。上洛してきたばかりの春元が、頼りたくなるのもわかるな。しかも、当時の春元は10歳前後だしね。政長と長吉の対立は、血が流れたとて解決しないといけない問題なんだろうな。基盤を強化するために新参者を出世させた結果わらわら。動画の途中で急にスレを立てるな。さて、江口合戦の要因が一つ浮かび上がったわけだけど、天文17年1548、5月、これに追い打ちをかける事件が発生した。摂津に勢力を持つ、黒人池田氏の当主、池田信政が殺害された。これは春元方による犯行で、信政の義理の父である三好政長が下手人だった。池田信政は、三好政長の娘をめとっていたもんな。じゃなくて、なんでいきなり娘婿を殺したんだよ。池田信政は、黒人三宅氏と共に細川氏綱の乱に加担しており、おそらくそれを咎められて殺害されたと見られるよ。でも、三好政長を通じて帰参したんじゃなかったのか。このあたりは、想像にはなるんだけど、池田信政が帰参した時期は、斜里寺の戦い前で、まだ義晴も氏綱を支援していた。まだ戦が終わってないこの段階で、帰参した武士を殺害するとは思えない。なるほどな。氏綱との戦いが収まったこのタイミングで、見せしめ的に池田信政が殺害されたと。そういうことだね。
そして、信政の後継者は、その子である池田長政に定まったんだけど。だけど、池田長政は三好政長の孫であるため、池田家を政長が乗っ取るような形になってしまった。旗から見れば、孫を使って池田家を乗っ取るために、信政を殺害したようにも見えるな。果たして政長がそこまで考えていたかは不明だけど、池田家の一部家臣団や、周りの黒人たちは政長に反発し始めた。面倒なことになってきたな。そんな中翌月6月には、足利義晴が上洛。義晴は晴元と共に祇園祭りを見物。池田家のごたごたを尻目に、将軍家と細川慶長家の融和ムードが都に示された。問題は抱えつつも、大局的には平穏を取り戻しつつあったんだな。そして、7月29日。この日は、足利義晴が晴元帝兵とおなり、する日であり。これもまた、晴元と義晴の協調をアピールする機会であったが、事件は突然起こった。晴元の重臣である和津の三好長慶が、おなりへ参加しなかったのである。これは、いわゆるストライキってことか。平たく言えばそうだろうね。このおなりには、晴元の主だった家臣たちや、摂津国人たちも参加していたが、三好長慶、三宅国村、伊丹近沖の姿だけがなく、この三者は、結託してストライキ行為に出たとみられる。都が平穏になったことをアピールする場でもあったのに、晴元の重臣である長慶が出席してないって、結構大事じゃないのか。その通りで、これをきっかけに長慶は、独自の動きに出始め、8月11日に、長慶と伊丹近沖が池田城へ向かい、政長派を城から追い出した。これにより、反強制的に池田長政は三好長慶方に引き込まれた。人の家に上がり込んでまで、政長派を叩いたのか。こんなゴリ押し戦法でよく味方に引き込めたな。そしてこの翌日には、三好長慶が三好政長の弾劾状を晴元の取り次ぎに提出。長慶は、晴元政権から三好政長、正勝不死を追放するように訴えた。いよいよ、長慶と政長の争いも、来るとこまで来たって感じだな。ところで、この段階の長慶は、まだ晴元の打倒までは訴えてないんだな。そうなんだよね。三好長慶の目的は、あくまで三好政長、正勝不死の追放、であって、晴元を倒すことではない。そのため晴元も、長慶の弟である曽郷一政を派遣することで事態の収拾を図った。何度も見てきた、晴元家中の内輪揉めって感じか。しかし、事態はさらに悪い方へ進んだ。12月に入ると、黒人の河原林晴信が晴元方に帰参するとの話が流れた。河原林晴信。河原林晴信は、長らく高国派として活動していた黒人で、細川晴国や、木沢長政の乱にも加担しており、一時期を除いて晴元とは敵対していた。つまり、反晴元派の勢力だったってことか。しかも、直近では細川国吉に協力して宇治綱派として活動していた。晴元は、なんでこんな人物を帰参させたんだ。おそらく、摂津黒人の切り崩しを狙ったものだと、馬部隆弘氏は述べているよ。どういうことだ。河原林晴信のような経歴を持っていても、晴元ないし政長に協力するなら取り立てる。裏を返せば、長慶に協力すれば、今までの経歴に関係なくてギレする。要は、三好長慶に協力するな、晴元肩につけ、という圧力か。そういうことだろうね。長慶は、過去の経歴を無視してまで、政長への協力を呼びかけた晴元に激怒。しかも、長慶には黒人に領地を安堵できるような力も権限もないから、黒人たちが、領地を守るために晴元方に流れる可能性があった。晴元方は池田家への処分が厳しかったとはいえ、寝返って長慶についたところで、見返りが何もないならメリットは薄いもんな。こうして追い込まれた長慶は、最終手段に出た。天文17年1548、12月10日。三好長慶は遊佐長範と起請文を交わし、遊佐長範の娘をめとった。晴元を支えてきた長慶は方針転換し、細川宇治綱派へ寝返ったよ。もはや、晴元政権の中から、政長たちを追い出すのが無理だと判断して、逆に自分から出て行ったわけか。ただ、この方針転換は大きな分岐点であると同時に、賭けでもあった。賭け。
我々は、三好長慶が勝つことを知っているから、長慶の勢いが強いと思いがちだけど、状況的には、数年前の木沢長政の乱の構図と似ていて、黒人を助けようとした木沢長政が、春元に謀反を起こした形となって、周囲の勢力から囲まれて敗北したように、長慶が孤立して滅びる可能性もあった。でも、今回は遊佐長範や氏綱と組んでるし、状況は悪くないんじゃないか。それを言えば、木沢長政だって遊佐長範とは本来協力関係だったのに裏切られているし、起請文は吐いたら向こうとか言い出すかもしれない。それは大河ドラマの中の話だろ。それに、摂津黒人の動向を見ても、塩川国光は、木沢長政の乱以降は春元に徴用されて、春元派だったし、池田氏も、半ば無理やり長慶が巻き込んだに近く、実際江口の合戦後に春元方に帰参している。三好長慶と縁戚関係にあった芥川氏も、同じく江口の合戦後に春元方に帰参。初期面だったはずの伊丹親興は、長慶が春元陣営を離れると、方向性の違いから長慶とはバンドを解散したよ。いつバンド結成したんだよ。要は、長慶に味方した黒人は、正長、正勝親子に屈しで協力してるか、長慶との縁で協力してるだけで、細川氏綱を擁立する、という方針に、賛同して集まってるわけじゃない。だから、伊丹親興みたいに、氏綱擁立した途端に離れる黒人もいたと。そういうことだね。こうなってくると、誰がどっちにつくかわからんな。そんな中で年は明けて、天文18年1549、長慶は遊佐長範と軍議を開き、春元方の中島城と江波城の攻略を目指した。3月に摂津中島へ長慶が進軍すると、同じく中島付近の国島城にこもる三好正長、細川春方と睨み合いの状態になった。両軍がいつ激突しても、おかしくない状態だな。ただ、水面下では六角貞頼が外交交渉を続けており、4月には、遊佐長範配下の黒人、高山博頼を通じて、遊佐長範と大和の筒井順将に、都比御無事、のことを申し入れて、おそらくは交渉による撤兵を促している。貞頼からすれば、せっかく春元と将軍義治の争いが収まったというのに、春元家中の争いで、また逆戻りされたら困るもんな。ただ、縁戚関係を結び、起請文まで交わした遊佐長範の意志は固く、筒井順将は、この直後に突如出家して、家督を幼い筒井藤勝、後の筒井順慶に譲っており、中央の戦いに関わる余裕はなかった。どうでもいいけど筒井順慶って、この時期に登場するのか。交渉は進まない一方で、合戦への準備は着々と進んでおり、いよいよ春元自身も、六角氏と示し合わせた上で行軍を開始。4月に塩川国光の居城、一倉城に入ると、清和源氏の基礎を築いた、源光仲や源義家らを祀る多田院に戦勝祈願をし、5月に入ると、三宅城に入城し六角氏との合流を待った。戦勝祈願まで済ませて、堂々たる進軍だな。これはもう勝ちましたわ。対する三好勢はというと、春元が三宅城に入って以降、軍勢の動きが止まっていた。長慶も援軍を待っていたのか。いや、長慶方は遊佐長範をはじめとして、長慶を幼少から支えた三好長康、弟の曽郷和政、赤木冬康も揃っており、何かを待っているわけではなかった。どうしたんだ、急にやる気なくしたのか。同時代資料である、万象院殿は納期、を見てみると、長慶弟の曽郷和政が、とっとと春元のいる三宅城を落とそうぜ、と、息巻いて主張するのに対して、長慶が、やはり主君である春元に、腹を切らせ立て祭るのは本意ではない、と。いや、お前が裏切ったんやないか、の突っ込み待ちに見えるようなやりとりが記録されている。いや本当に、お前が裏切ったんやないか。実際に三好長慶は、江口合戦の後になっても、未だに三好正勝の弾劾を訴えているから、割と本気で、最後まで春元を擁立する可能性を残していたんじゃないかとも思えてくるよ。まあ確かに、事の始まりは三好正長を追放するために放棄したわけだもんな。てか、こんな調子で本当に合戦が起きるのか。江口合戦は、この後二つの偶然、言い換えれば、二つの誤算により思わぬ展開を迎える。天文18年1549、6月17日、
三好正長は春元のいる三宅城から離れ、江口城へ入城。三宅、江口、江波に拠点を広げて、あとは六角氏の援軍を待つのみだったが、ここで一つの誤算が生じた。六角、援軍のキーワードで誤算。って、もう大体想像つくわ。六角氏の援軍到着が予想より遅れていたのである、だろうと思ったよ。ただ、春元勢は決してこの段階で劣勢ではないから、これだけならまだ勝敗はわからなかった。ここでもう一つの誤算が生じる。6月24日の昼過ぎ、正長のこもる江口城で内輪揉めが発生した。吉田兼右の記録によれば、春元に仕える山中久俊が殺害されたらしく、おそらくは長吉方に内通したとみられるよ。敵前で内輪揉めを起こしてるのはさすがにまずいな。そして、先ほどまで優柔不断さを見せていた長吉が、ここで大きな一歩を踏み出した。内輪揉めの情報を得た長吉勢は、直ちに江口城へと攻めかかり、一気呵成にこれを攻めた。すでに陣中が混乱していた正長方は崩壊し、ここに、長年にわたり春元政権を支えてきた、三好正長は討ち取られた。ついに、長吉と正長の対決は決着がついたわけか。六角軍を待っていた三宅城の春元は、長吉が突然に攻めてきたことで一時撤退を決めた。また、正長息子の正勝は生き延びたものの、三好正長の追放、という目的を果たした長吉も、春元を深追いはしなかった。やはり春元に直接攻めかかるのは気が引けたか。進軍が遅れていた六角軍は、先頭の神道貞治隊が山崎に差し掛かっていたが、6月28日に、将軍義輝や大御所義治と共に坂本へと戻っていった。六角軍が来るまで内輪揉めが起きなかったら、また違う展開があったのかもしれないな。こうして、三好長吉が下克上を果たしたと言われる江口の合戦、は幕を閉じる。これ、下克上果たしたのか。下克上、かっこ長吉が宇治綱波に寝返って、三好正長をたまたま倒せた戦い。正長を倒したのも、宇治綱波に寝返ったのも転換点ではあるけど、春元を打ち破った感じではないよなこれ。お互いに手を引いてるからね。というわけで、次回はこの江口合戦を経て、三好長吉がどのようにして、畿内の頂点へと上り詰めていくのか、下克上の真の姿を見ていくよ。ご視聴ありがとうございました。